グラハム・ドーランズは、スコットランドのサッカー選手。ポジションは MF。ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ FC 所属。グラスゴーに生まれ、レンジャーズ FC でトレーニングを積んだ。2005年に、リビングストン FC のトップチームに昇格すると、直後にパーティックシスする FC に期限付き移籍すると、15試合5得点の成績を残した。2007から08シーズンには、 スコティッシュプレミアシップにおける最優秀若手選手賞を受賞した。このシーズン中の活躍が評価され、2008年1月にはウエストブロムウィッチ・アルビオン FC への翌シーズンからの在籍が決定する。上述の賞を受け取った後に7月に同クラブへの移籍を完了させた。2008年12月21日のマンチェスターシティ FC 戦でプレミアリーグデビューを果たす。 2009から10シーズンも活躍し、他のプレミアリーグのクラブから興味を持たれるが、2010年1月4日には、ウエストブロムウィッチ・アルビオンと新たに3年半の契約を締結した。4月には、ウエストハム・ユナイテッド FC から400万ポンドで遺跡を打診されるも、ウエストブロムウィッチ・アルビオン側によって却下された。ウエストブロムウィッチ・アルビオンでは、中盤の主力として欠かせないピースとなり、 7月19日には4年契約を新たに結んだ。2013年1月には戦力外を理由に一度は移籍を容認されるが監督がペペメルに交代すると出場機会が増え7月に3年契約を新たに締結した。2015年2月にノリジシティ FC に1ヶ月間期限付き移籍しその後シーズン終了までローンを延長した。5月27日には 同クラブに完全移籍し、プレミアリーグ昇格に貢献した。2017年7月6日、レンジャーズ FC と3年契約を結んだ。2019年9月20日、ダンディ、FC と3年契約を結んだ。12月27日のダンディユナイテッド FC 戦のダンディーダービーで移籍後初得点を記録した。2009年9月7日に、 スコットランド代表に初招集されると10月10日の日本代表戦でフル出場し初出場を飾った。しかし2014年に娘が随膜炎を発症したほか息子が死産するなどの不幸が相次いだことで監督のゴードン・ストラカンと今後の招集を辞退することで合意した。ただし2015年10月には代表のミッドフィルダーが不足したこともあり 招集を受けている。ありがとうございます。